2021年、京都で100店舗以上のラーメン店を食べ歩いた記録になります。よろしければ最後までお付き合いください。パート5、はじめのお店は京都市伏見区京阪藤の森駅、徒歩3分、一番星藤の森店さん。こちらではラーメンを注文。昔ながらのラーメン、伏見では一人を争う老舗。このビジュアルが子供の頃に食べたラーメンを思い出す。スープは優しい味で物足りなさは否めない。麺はかなり柔らかく少し茹ですぎかと思われる。しかし具材のチャーシューが肉厚でとてもうまかった。少し薄味なので卓上の辛みを入れて味変。近年のラーメンとはまた違う良さを思い出させてくれる一杯でした。続きまして、京都市 JR 宇治駅から徒歩10分、成功うどくさん。こちらでは汁なし担々麺を注文しました。見た目でわかる、これ絶対にうまいやつ。見てるだけで唾を飲んでしまいそう。担々麺やし、ようかき混ぜていただくで。見てこれ、この平打ち麺。こんなん口の中に頬張ったら脳みそとろけてまうんちゃうか。麺に味がよう染み込んでめっちゃうまかったで。このゴロゴロした食材と一緒に食べたら食感も良くてほんま最高。ここの担々麺めっちゃ美味しいから気になった人は行ってみて。次、京都市中京区阪急大宮駅から徒歩10分、タイカレーラーメンシャムさん。ここではタイカレーラーメンレッドカレースープを注文。なんとも美しいビジュアル。タイカレーラーメンは食べたことがないので初めての体験。スープは見た目と反して少し甘い。これはココナッツの甘さでしょうか。麺は特に変わった感じのない中細麺。備え付けの揚げ麺と一緒に食べると食感も良く美味しい。しかし甘いスープはいかがなものかと思う方、あるんです、とっておきの自家製ラー油。少し入れるだけでも辛さが増す。甘いカレーから辛いカレーまで自分の思うがまま。コク深いココナッツカレーを味わいたい方はぜひ行ってみてください。続きまして、京都市中京区 JR 二条駅から徒歩10分、辛獅子温泉さん。こちらでは辛麺20辛を注文。無料トッピングのニンニクがたっぷりと入ったスープ。卵で閉じてあるので思ったよりは辛くはなかったです。麺はこんにゃく麺、もちろん普通の麺もあります。食感も良く酢の辛さを味わいたい方にはおすすめ。大量のニンニクも食べて体も熱くなります。卵と辛さがベストマッチしたとても美味しい一杯でした。ちなみに辛さのレベルは50辛まであり、その上にさらに3段階上まであるそうです。このパート最後は京都市北区にある紅茶ラーメン紅さん。紅茶のラーメンって思う方もいるかもしれませんので、お店にあったレシピを貼っておきます。ここでは特製紅ラーメンを注文。スープは醤油ベースのあっさりとしたスープ。紅茶が入っているというよりかすかに紅茶の風味がするレベル。麺は縮れ卵麺、少し懐かしさを感じる麺。そしてこちらのお店、チャーシューがめちゃくちゃうまい。見た目はごく普通のチャーシューなのですが、紅茶の葉で燻製され香りがとてもよく、やや脂身が多いのですがさっぱりとしていました。こちらのスープに浸して食べるとより一層紅茶の風味が楽しめます。食べる前は紅茶は合わないだろうと思っていましたが、まさかの手のひら返し。風味豊かなとても美味しいラーメンでした。最後までご視聴ありがとうございます。京都で気になるラーメン店がある方はコメントください。できる限り行ってきます。